はい、というわけでどうもマルトラです。今回はジャンプチなんですけども、本日お知らせ更新されまして、1900万ダウンロードの情報来たんで見ていこうかなと思います。本日追加された情報は昨日のシルエットの正解発表、そんでもって次なる限定キャラのシルエットというわけで、まあサスケから見ていくんですけども、新記念キャラクター、まあ限定サスケ登場というわけで、スサノオでしたね。やはり予想通りでしたね。まあシーン的にはおそらく団蔵とかが敵になるんじゃないかなとは思うんですけども、性能、まあ、どんな感じになるんですかね。前さ、ルキア、限定ルキア、氷結と裂傷やったやんか。だから、やけど裂傷ワンチャンあるんちゃう。スサノオやし、サスケやし、もちろんやけどにも合うし、んで裂傷もなんか合いそうな感じしてるんで、なんかその組み合わせ結構面白くなるんじゃないかなとは思いますね。まあね、サスケの新バージョン待ってた人めちゃめちゃいると思うんで、これは引きに行く人多そうですね。まあ性能等々楽しみではあります。んーでもって、新しいシルエット、限定キャラ2体目というわけで、今回限定キャラ2体登場するんですね。なかなかでっかい大盛り上がりな、さすが年末というイベントになりそうな感じしているんですが、このシルエットはもうすで、に公開されてますね。真冬先生ですね。僕たちは勉強ができないの、キリス真冬先生の、まあ、限定バージョン、限定真冬先生なんですが、今年の5月に大特集祭を行われたんですけども、その時になんか予告でクリスマスにもう一度真冬先生に会えるよっていう予告があったんで、まあそっからのまあことを考えれば、まあ限定真冬先生じゃないかなと思いますね。はい、課金して取りに行くこと決定。僕は真冬先生推しなんで、はい、ありがたいことに、課金もしようかなと思います。性能どんな感じなんやろな。もう性能とかどうでもええわ、うん、真冬先生やし。僕はね、回復依存キャラで来てほしいなって思うんですよね。初めての、限定回復依存真冬先生、これなかなか激アツなんですけども、まあでもね、回復ね、あんま今注目されてないからね、そうなったらね、引く人が限りなく少なくなるんですよね。だからまあでも言うて真冬先生なんでね、キャラ人気はあるんで、性能で売る必要はどこにもないんで、だからまあ真冬先生だけで引きに行く人は多くなると思うんで、性能はもうどうでもいいという人、まあ、なかなかいると思うんで、僕も含めて。だからまあいいんですけども、でも回復依存やったらさらに嬉しいなと僕は、思います。はい、まあ答えは明日12時っていう感じで、まあもうすでに分かっているんですけども、んでまた明日もおそらくまたシルエット等々なんか来ると思うんで、誰が来るかまだまだあると思うんで楽しみです。